ざっす。元神奈川県警察巡査部長、ヨッシー部長と、キャマルでーす。いやー、今日は皆さんに報告があります。ついに、私、捕まりました。捕まった時のちょっと動画を撮ったんで、ご覧ください。どうぞ。すまん。終わったらもうダメだよ。そっかー、ね、いやー、きついな、まあ。今嫉妬しない方がいいと思うよ。うま、しない、ね、うん、いやー、きついな。そうだね、気をつけてみてないかダメ。そうだね、分かった。はい、はい、最悪の。いやー、これなんですけどね。払いました、そんな感じで。お札が、いやー、でもあれだね、ちょっとありがたかったね。逆にもしかしたらほら、あそこで俺のバイクに突っ込んでた事故とか起きたかもしれないじゃん。あ、誰かが。そう、それ考えたらね、本当にね、ありがたいよね。別に教えてくれてさ、ちょっと俺も配達中だからってさ、調子に乗せたとこあるから、うん、安心だったから良かったと思うよ、これで。うん、本当にね、ありがとうございました。ということで、吉部長はあえて皆さんにですね、このようなことになると、あのお金を払わなきゃいけませんよ、取締り強化月間入りますよ、気をつけてくださいということを身をもってですね、あの我が家の家計費を削ってやっておりますんでね、皆さんどんどん応援してあげてくださいね。これ言ってたんだよな、前回、交通取締りとか、結構厳しくなってますんで、交通違反の取締り厳しくなりますよって言ってたんだよ。そうだね、つい最近。だからまだちょっとあえてだよね。そうあえて、そうあえてみんなに身をもって ね、そう気をつけなはれよっていうことなんで。結局俺の動画なんてさ、中身がないってことですよ。いや、参りました。でも正直ね、でもしょうがないからな、はい、悪いことしたのお前だからさ、本当ありがとうございました。で、これはお金がバイクで、二輪バイクだから、9000円だったのかな、調べたら9000円になったかな。これ検証動画でもあるんですよ、うん、俺結構前にさ、駐車の出頭の関係動画流したじゃん。で、今回駐車監視員から貼られたんですけど、その時このおっちゃんこうやって言ってたじゃないですか。ちょっともう一回話しますね。今嫉妬しない方がいいと思うよ。うま、しない、ね、うん、いやー、きついな。おっちゃんの口から、うん、出頭しなくていいって言ってるじゃないですか。点数引かれるから今行かなくていいよ。これが答えなんですよ。そう、前回の動画の俺これ答え出したかっただけ、うんうん、わざとね、はい、わざと身をもってやったんです。はい、すいませんでした。スーパーでなんか半額の存在買って経費節約してくれてたので、すいませんでした。はい、はい、明日からも半額の、寿司になりますよね、はい、スーパー。はい、何か最後一言まとめてください。一言、はい、そうですね、まあ、結局こういったものも場所によっては車を止めたりバイクを止めたりすると、人のご迷惑になるから法律で定めて止めてはいけませんというところに止めてしまったことで罰金がとなっておりますので、きちんと守るようにして、無駄な身切りのお金を払わなくていいようにしましょう。ね、これさ、アドバイスくれた人がいて、バイクの取り締まりちょっと緩くしましょうみたいな、うん、なってるらしいよ。ちょっとそれ後でいいのかなって思います。なってないじゃん。でも今は ね、無意味だもん。俺んとこだって交通量全然ない。いつからなるの？あ、もうなってるの？バイク。いや、そういうふうな話。まだ。これからなんだけど。皆さん気をつけて。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。ざした。やられるでー。油断すんなー。おお。ごめんって。